トレンドの舞台裏、ナンバー、愛の意外な広告戦略と社会への影響。こんにちは、トレンド愛好家。最新のエンタメニュースをお届けします。2月7日、ナンバー、愛の平野さんがサントリーの CM に起用されることが発表された。そして、2月10日より、リバイトエンターテインメント入社後初の TVCM が全国放送され、大きな注目を集めている。しかし、その舞台裏では広告戦略が次のフェーズに進化しているようだ。まず、ナンバー、愛、派別の大手ファーストフード会社とも商業契約を結んでいることに注意する必要があります。翔くんと残り2人のメンバーが出演する CM が今週放送予定であることが分かった。その結果、ナンバー、愛は若い世代だけでなく、幅広い層に支持される存在として浮上しました。なぜナンバー、愛はこれほどまでに支持されているのでしょうか。それは人気だけではなく、広告戦略の深さでもあります。芸能関係者によると、ナンバー、愛は合併騒動後に有名になり、幅広い世代から支持されたという。スマップ解散を経験したスマップ世代のファンがナンバー、愛に支持を示しているという。また、岸さんの人気番組での実績や岸さんの魅力的な食生活も広告出演の要因となっている。ナンバー、愛の設立後に開始された X9 ツイッターも、コンビニエンスストアや食品メーカーが提携を検討している可能性がある。ファストフード会社がジャニーズではなく、ナンバー、愛を選んだのには理由があるようだが、詳細は不明。一方、ナンバー、愛が広告出演について問い合わせたファストフード会社の広報担当者は、この情報は違法な口コミだとして回答を差し控えたという。このため、彼らの広告戦略は依然として謎に包まれています。直近の取り組みは2月9日に行われた初のインスタライブ。平野さんと神宮寺さんはこれまで個別に行っていたが、ナイトを含めた3人で配信するのは今回が初めてだった。最新曲、ゴートのリリースやファンクラブ向けデジタルマガジンの制作についてファンと交流した。注目すべきはファンの名前の発表だ。平野氏が提案し、ファンからのフィードバックもあり、ナイト氏が慎重に検討し決定した。ファンネームはまだ決まっていないが、ファンの期待は非常に大きい。最後に岩橋元気が視聴者として参加する話もある。インスタライブ開始直後の視聴者数は16万人だったが、最終的には20万人に達し、ナンバー、愛の人気を改めて実感した。つまり、ナンバー、愛、破綻なるアイドルグループではなく、広告戦略やファンとの交流を通じて社会的影響力を持っているのです。彼らの動向を追ってみましょう。これだけ話題、成功例は平野紫耀くんだからということもあるのだと思います。それだけメディアの忖度に不安を持つ、ファンの力、拡散力と、これまでの経過があるのでは？テレビゴリ押しで人気があるではなく、本当に人気があるのがわかります。